闇の散歩人フクロウ駅長です。子供の頃、近くの神社で縁日があると、唯一夜遊びが許され、ワクワクした気持ちでわずかばかりのお小遣いを握りしめ出向いた記憶がありますよ。ここ伊勢崎町7丁目の子育て児童村あたりの夏は、今年も古き日本の伝統的な夏の風物に彩られて過ぎていきます。縁日の屋台も時代とともに少しずつ変化していることに最近気づきました。伝統的な射的や金魚すくいみたいなものもあれば、宝石すくいとか電動お魚すくいなど、時代の変化も感じられます。ここの縁日は夏になると1と6がつく日に行われます。今年はね、コロナの関係でなんと3年ぶりの開催だそうですよ。そういえばさ、最近お面屋さんや発火屋さん、それにヨーヨーとか七味唐辛子なんかも減ったな。やはり時代とともに変化してますね。前はイチゴ飴ってあんまりなかったもんね。Thank you.
狙いですよ。おっちゃん髪の毛まで綿菓子みたい。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録、いいねもぜひよろしくね。